たった3回で腹筋にめちゃくちゃ効くハイプランクの応用編を紹介していきます。今回のハイプランクを行うことで姿勢の改善、食後のお腹の出っ張り、反り腰、体幹が身についてきます。たった3回なので一緒に頑張ってみてもらえたらと思います。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ハイプランク、肘ではなく手をついたプランクの応用編を紹介していくんですが、ちょっと工夫するだけで腹筋にものすごく効くようにできるんです。それを今回紹介しますんで一緒に頑張ってみてください。1回あたり20秒間キープします。それを3回です。合計1分のエクササイズになりますんで、お腹気になるよ、お腹出てるよ、腹筋苦手だよっていう方にはね、おすすめになりますんで、一緒に見ながら頑張ってみてください。それでは行きましょう。通常のハイプランクっていうと、足ちょっと広げて、こういう感じでね、キープする。肘ではなく手を伸ばしたプランクになるんですけども、これ実は腹筋あんまり効かないんですね。なぜかというと、体をまっすぐにするので、腹筋よりも脊柱起立筋が鍛えられます。今回それを腹筋にターゲットを絞って、やってみます。手をつくときにプッシュアップとかしてない方は手首痛くなりやすいんで、今回は指先ちょっと外に向けましょう。そして手のスタンスを広めにして、ちょっと上に出してキープします。肩のラインよりも上に出すことで腹筋に効きやすいです。スマートフォンは顔の下に置いてもらって、フォームを紹介します。まず手と足、指先外向けて手をちょっと前出して、足ちょっと広げます。床が滑る場合少し辛くなるので、まあ実際私もねすごい滑るんですが、これでいきます。で、手足広めにして、これでキープしたら脊柱起立筋になるので、一回お尻を上げて腰を丸めて、お尻が高くならないように腰を丸めた状態で体をぐーっと床ギリギリぐらいまで体を下げます。そこで20秒キープです。このまま体を下げちゃうと、こんな感じでね、お腹が伸びて腰が反れちゃうので、しっかり一度高くして腰丸めたままで下げます。こっからだから、こういう風にね、反れたらダメ、丸めたまま下げるっていう感じでキープです。足広くすることで太ももの前よりもちょっと内転筋に負荷がかかるので、足広げた方が足が踏ん張りにくくなるんで、お腹に効きます。これを20秒3セットやっていきましょう。呼吸はできるだけお腹を持ち上げながら長く吐きます。目安としては10秒、スタートで1回吸って10秒吐き続ける、一瞬で吸ってもう10秒吐き続けるっていうのが一番おすすめです。それでは頑張ってやってみましょう。フォームを作っていきましょう。はい、それでは腰を丸くしてこのまま下げます。いきます、スタート。ここでキープ、頑張って、お腹引っ込めたまま息は長く吐いて、頑張って、お腹がプルプルする。オッケー。今の一発目でちょっとね、股関節痛い方はもう少し足を狭くして、手首痛い方はもう少し手を狭くしてやってみてください。2セット目いきましょう。手は前目です。それでは2セット目いきましょう。スタート。ぐーっと腰丸めて、頑張って、腰丸めたまんま、うわー、オッケー、うわー。いやー、もしね辛い方は最後は膝ついてもいいです。手は前にして膝つくので、足広めなんでカエル足みたいな感じです。このままお尻をぐーっと下げてキープ、手は前目の方がいいです。ラストいきましょう。できる方は膝をつけずにいきます。スタート。こういう感じ、頑張って、
腰を丸めて、お尻締めて、くー、息長く吐いて、オーケー、くー、お疲れ様でした。もしね、腰が反れて腰が痛かったよって方はですね、もっと腰を丸める意識をしてください。そして手首が痛かった方はね、もう少し外向けると楽になるんで、難しくない位置でやってみてください。今回ハイプランクの応用編でした。普通のプランクとハイプランク、どっちがいいのって思うところもあるんですが、もちろんお腹のね、効かし具合によります。慣れたエクササイズっていうのはやはり体が慣れて楽にやってしまう癖がついてくるんで、またたまに違うエクササイズにしてまた戻してみるとかね、ああいう感じでやってみてもらえたらと思います。そして人によって少しで効く人もいれば、なかなか効かない人もいます。意識できて効く人もいれば、意識できてなくて効かない人もいる。個人差がありますから、まあ、どれぐらいしたらいいのっていうのはね、いろいろあると思うんですが、まあ、個人的に自分が意識して効かす、関節や腰とかが痛くならない程度で、まあ、何度か行って、まあ、3セット4セット行うのもありですし、時間を延ばすのもありです。そこは工夫してやってみてもらえたらと思います。どうだったよというのは、ぜひグッドボタンやコメントで教えてください。インスタグラム、最近毎日投稿してるんで、説明欄から見てもらって、フォローしてない方はフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。